貫き通すは我が信念。私は本来であればこっそり言ってこっそり。ここまで来ればもう大丈夫だろう。いや別に。照れてる照れてる。雪村様。あ、
雪村くん。おお。おお。夜は冷えますな。これは…おお、お前大声を出すな、バカ。雪村、こっちへ来い。しかし大胆だな、お前も。自分の立場は理解しているだろうに。恐れ入ります。チャチャ様のご様子が気がかりで。そうか。だが、到底曖昧。俺たちもなかなか目通りする機会がない。そうなのですか。今の大阪城は変わっちまった。あいつ、なんつったっけ。大野春永、チャチャ様の馬の子だな。そう、そいつがなんか偉そうに取り仕切っててよ。何様だっつうのは。この野郎、三成の足元にも。悪い。いえ。俺たちを責めないのだな、雪村。なぜ三成と共に戦ってやらなかったのかと。我ら真田も親兄弟で戦いました。みんなそれぞれの志があってのことと存じます。そうか。でもよ、あのお姫様はやっぱ俺たちのこと裏切り者と思ってんじゃねえのかな。だからあんな。チャチャ様はそのようにお考えにはなりません。お二人の立場を思えばこそではないでしょうか。ならばありがたいことだが。あー、くそー、だっせーな俺は。正則殿、落ち着けバカ。豊臣の家は俺たちが必ず守る。それが三成や義継の思いに応えられる唯一の道だ。待ってるよ、そんなこと。はい、どうぞよろしくお願いいたします。私もいずれお許しが出た時には。あ、共に力を尽くそう。家康が舐めた真似しやがったらぶっ飛ばしてやんよ。
いいけど。はいはい、先輩を立てなさいよ。別に密偵見つけるのなんて、今私が雪村様のそばに。チュ、まあ、
て全部か。徳川が探りに来る。半蔵の旦那が見張ってたならともかく。だよね。まあ考えても仕方ないし。では現在豊臣の中心となっているのは茶々様だというのか。そうみたい。祭り上げられちゃったんじゃない。あのお姫様、そういうの嫌がりそうなのにね。嫌だろうけど、ねねも三成も義継もいないんじゃ。徳川とはどうなっている。今すぐ戦って感じじゃありませんけど、いろいろ難癖はつけられてるみたいです。将軍にもなってもはや名実ともに徳川の天下だけど、豊臣は相変わらず別格だもんね。どうにかして潰しておかないと安心できないってのが家康の本音でしょ。遅かれ早かれ戦にはなるか。茶々様はどのようにお考えか。それより雪村様はどう考えてんの。もし戦になったら。無論茶々様をお守りするため馳せ参じる。兄上には申し訳ないが。だよね。正幸様はどうなさるでしょう。近頃お体の具合があまり良くないみたいですけど。戦う理由がある限り父上の神気が衰えることはあるまい。だが、うん、父上が戦い続けた理由、もしそれが失われていたら。はーい。ち、なんでここに。真田正幸はいるか。暗殺に来たってこと。正面からなんて俺も舐められたもんだね。落ち着け。さような任ではない。だったら。久しいな、佐助。家康様、なんで。真田正幸殿にお目通り願いたい。取り次いでもらえようか。家康殿、これは一体。すまぬな、断りもせず押しかけて。構わぬよ。日がな書を読み畑を眺めるだけの毎日ゆえ。それは豊かな日々であろうな。いつでも変わってやってよいぞ。お主は全く変わらぬな。尾羽内からした姿を見たかったのであれば、ご期待に添えず申し訳ない。いや、よい。あの日のままのお主と一度話しておきたかったのだ。死んだ者を言い訳にするな。お主はわしにそう言ったな。あれほど答えた言葉はない。さようか。
だが、いや、故にこそわしは足を止めるわけにはいかなんだ。幾千幾万の屍を踏み越え、なお果たさねばならぬ大義がある。その重みに耐えかねて足を止めれば、全てが無駄死にとなる。それだけは断じてさせぬ。故にわしはやり遂げるのだ、何としても。好きにすればよい。お前の覚悟にわしが口を出す言われはない。同様に我ら真田の意地も変わることはない。わしらの大切なものを踏みつけにせんとすれば、わしとわしのせがれが何度でも相手になろう。父上。そのこと夢忘れるな。心しておこう。邪魔をしたな。わざわざのお運び恐れ入ります。父上、夜風はお体に触りまする。うん、父上が何のために戦ってこられたのか、ようやく分かったような気がいたします。売り言葉に買い言葉よ。真田を守る、それだけを考えておった。真田を、お前たちを。太平だの、もののふの意地だの、さようなものと引き換えにできるほど我が手にあるものは安くはない。父上。されど同時に思うのだ。なぜあの時勝頼様と共に死ぬことができなかったのかと。いや違うな、ただ生きろと言ってやればよかった。そのためにわしが力を尽くそうと。それゆえ関ヶ原では西軍に。真田を守る、その思いは信行が見事に引き継いでくれた。真田は盤石のものとなろう。はい。お前には何も残してやれなんだ。許せ。父上、何を仰せになる。徳川を倒すという大望を父上は残してくれたではありませんか。そうか。はい。そうか。第14章完勝。慶長19年、家康はついに豊臣家を滅ぼす決意を固める。豊臣方もまた関ヶ原で浪人となった武士たちを集め、戦の用意を整えていた。正行の静かな死を見取った幸村は、父の残した思いを胸に大阪城へと舞い戻る。相対するは徳川の精鋭、その数は20万、豊臣方の約2倍にも上った。幸村は戦場にいかなる策を描こうというのか。
左衛門の助雪村様ご到着。チャチャ様、ご無沙汰しておりました。来たのですか、雪村。はい、お約束通り必ずチャチャ様をお守りいたします。約束など。は？軍議が始まります。急ぎなさい。なんだあれ。もうちょっと喜んでくれると思ったんですけどね。あれじゃまるで初めて会った頃の。軍議に行ってまいる。まずは機内を制圧し、その上で正常する徳川の軍を迎え撃つべきと存ずる。バカな、わざわざ撃って出るというのか。さよう。関東と西国との連携を断ち、徳川軍を足止めいたします。さすれば西国の豊臣四子の諸大名も必ず。そのような危ういことができるか。大阪城は秀吉様の築かれたまさに金城鉄壁、難攻不落の名城であるぞ。無論それは承知しております。されど城の守りを過信されては。大阪城による限り徳川の軍など物の数ではない。何故自ら有利を捨てねばならぬ。チャチャ様もさような暴挙は望まれぬ。そうでございますな、チャチャ様。任せます。チャチャ様。では軍議は籠城と決まった。カタカタよろしいな。チャチャ様、どうなさってしまったのだ。カイ殿、お久しぶりでございます。よかった、あなたはこちらにいてくださったのですね。うわー、渋い、いい男になっちゃって。じゃなくて。遅い、遅すぎる。あんた今まで何やってたの。面目ありません。何バカ言ってんの。雪村様のお立場を考えなさいよ。ここに来るのがどんだけ大変だったか。それはわかるけどさ、チャチャ様のお気持ちを考えると。チャチャ様はやはり私の地産をお怒りか。怒ってるんじゃないっつーの。なんでわかんないかな、この当変木。うん、わかってないのはあんたも一緒でしょ。なんで頭がそっちの方にしか働かないわけ。え、違うの。いいわ、もうこれからはしっかりやってよね。無論誠心誠意お使いいたします。ありがとうございます、カイ殿。何、何のお礼よ。そうして案じてくださるカイ殿がそばにいてくださり、チャチャ様も心強かったことでしょう。ダメよ、私なんて全然力不足。おや、熊姫が珍しくしようらしい。うっさい。関ヶ原の後本当見てらんなかったんだから、チャチャ様は。それ以来誰に対してもあんな感じ。
だから真田の。承知しています。今度こそ茶々様を必ずお守りする。よし、よく言った。それじゃあこれまでのご無礼をお詫びします。真田幸村様、どうかよろしくお願いいたします。おう、おやめください、カイドウ。そのような。いえ、けじめですから。共に茶々様をお守りしましょう。はい。雪村様、忙しい忙しい。ご苦労様です。どうした、まことか。雪村様、忙しい忙しい。いいけど、真田幸村、参る。